もう11月になったね。りかこちゃん、冬休みの予定は？まだ決めてない。でも、どこか外国に旅行に行くつもり。へえ、冬休みにも海外旅行行くの？暖かいオーストラリアか台湾に行くつもり。日本は冬寒いから帰りたくないの。羨ましいな。私は冬はどこにも行かないつもり。ここでインタータームを取る予定。それからアルバイトしてお金を貯めて夏休みにどこか外国に行くつもり。いらっしゃいませ。ロサンゼルス空港から台北空港まで往復航空券の予約をお願いします。かしこまりました。お日にちはお決まりですか？12月20日出発、1月10日帰国の便をお願いします。かしこまりました。午前の便と午後の便、どちらがよろしいでしょうか？午前の便は何時ですか？はい、9時45分と10時半の便に空席があります。じゃあ9時45分のお願いします。かしこまりました。通路側と窓側の席、どちらがよろしいですか？窓際のお願いします。かしこまりました。台北までの往復航空券1200ドルでございます。チェックで払ってもいいですか？申し訳ございません。カードか現金でお願いします。わかりました。ところで台北までどのくらいかかりますか？15時間ぐらいです。ありがとうございました。良いご旅行を。